アドマイヤコマンドとは日本の競争馬である。馬名は冠無名のアドマイヤと特殊部隊を意味するコマンドが由来となっている。2005年のセレクトセール搭載にて4100万円で落札されている。主な勝倉は2008年の青馬賞。体質の弱さなどからデビューが遅れ、3月16日に阪神競馬場で行われた山菜新馬戦が デビュー戦となり、レースでは2着場に7場審査をつけて圧勝して、初勝利を挙げた。2戦目は、中1周で、格上挑戦となる毎日杯に出走することになった。デビュー2戦目での重賞初挑戦ながら一番人気に、支持されたが、レースでは、ディープスカイに敗れて2着だったものの習得賞金を、加算し、オープン馬となった。次は、サツ賞に、 レース2週間前に行う、予備出走登録していたが、レース出走を回避し、東京優駿トライアルの青馬賞へ出走し、2番人気で、レースを制して、デビュー3戦目で重賞初勝利を挙げ、東京優駿への優先出走権を獲得した。そして迎えた、大1番の東京優駿では4番人気に、支持されたが、レースでは、 最後の直線で伸びきれず7着という結果に終わり、レース後はリフレッシュ放牧に出された。気球後は9月初旬から販路で調整を進められ、秋は神戸新聞杯を経て菊花賞に出走するプランが調教師サイドから発表されていたが、9月18日に左前浅くっ検炎を発症したことが明らかになり長期療養を強いられることになった。 長期休養を終えて2010年1月24日のアメリカジョッキークラブカップで復帰。先段でレースを進めたが失速し12着と大敗した。続く2月20日の京都記念では、高位位相も伸びきれず9着に終わった。続く3月21日のロックステークスも前走同様の競馬で5着に敗れた。 続く4月11日の福島民放杯では、ブービーの15着と大敗した。続く5月9日の当時ステークスでは3番手追走から追い上げてくるも、軽快に逃げるシルポートを捉えきれず2着に敗れた。長期休養を終えて2011年10月2日のポートアイランドステークスで復帰したが再開の15着に敗れた。 続く11月12日のアンドロメダステークスでは2番手に、控えるも、直線で1敗になり10着に敗れた。ファイナルステークスでは、中位追走から追い上げるも5着に敗れた。初戦の白富士ステークスでは、中段追走も伸びきれず9着に終わった。一息入れて5月19日の名ステークスでは、中段から足を伸ばしたが4着、ヨナゴステークスは7着。 NST 賞は6着と赤敗が続いている。3月3日の大阪城ステークスで約7ヶ月ぶりに出走し8着。続く5月11日の当時ステークスで15着に、敗れたのを最後に障害競争へと転校。6月29日に転校初戦となる障害未勝利に出走し優勝。二千八年の青場賞以来約五年ぶりに勝利を挙げた。 その後、レースに出ることなく、2014年5月28日付で、競争馬登録を抹消された。引退後は、北海道苫小牧市の農山ー,ースパークで乗馬となる。ありがとうございます。